ということで、はい。こんにちは。どうもお疲れ様でした。どうぞ。お疲れ様でした。ということで、長かったですね。まあ、半日、二日ですけど、まあ、そうですね。仕方ある。はい。はい、まあまあ、いい感じで、皆さん楽しんでいただけたかな、と思いますが。まあ、今回はですね、二日間にわたり、13セッションをですね、お届けいたしました。でですね、まあ、セッションですね、登壇された方、ワークショップご提供いただいた方、そしてですね、バックエンドですね、配信チームの皆様も多数、ご協力いただきました。皆様にお礼を申し上げたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。またですね、今回ご参加いただいた方ですとか、セッションご提供いただいた方に加えまして、まあ、セッコンではですね、先ほども申し上げておりますけども、たくさん の協賛企業の皆様、そして関係者の皆様によって支えられております。合わせてお礼申し上げたいと思います。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今回もですね、講演ですとかワークショップとか、またあと、セッコンらしいですね、特徴的な企画もあったと思います。ダジャレとかね。ダジャレとかね。はい。まあ、なんかコンテストとかも割とそのツイッター界隈とかでも盛り上がったりとか、あ、はい、なんか興味深かったですけど。なんか人間シーコンファイラー。ありましたからね。アメリカのね、本場と同じような、そうですね、キャプチャーザパケットとかね、はい、協力いただきまして。あ、キャプチャーザパケットね、うん、もうなんか結構みんな楽しんでたみたいですね。また機会あればね、はい、なんか呼びましょうか。そうですね。なんか結構ね、ビレッジっていうね、単位の中でいろいろなこうワークショップとか開かれてて、そういうのもっとなんかこっちに呼んでですね、国内でもなんかそれを楽しんでいただくとか、そういうのをやってみたいですね、もっとね。うん、そうですね。あれでもまだあれ裏でやってる裏番組のねスピードランってまだやってるじゃん。今まだ CTF、はい、スピードランチャレンジですね、はい、まだまだじゃちょっと続いてる感じだけど、まあ一応本編としてはクロージングという感じでございますかね、うん、はい。まあ、今あったみたいな、そのなんかこのワークショップが良かったですとか、今後こういうのやってほしいとか、また今回提供したやつもう一回似たようなのをお願いしたいとか、そういうものをですね、ぜひですね、アンケートの方とかで、まあ、この電脳会議もしくはまあセコンの運営等 のリクエスト等をですね、ぜひ忌憚のないご意見をですね、いただければなと思います。メールとかですね、ディスコードとかツイッターとかで多分 URL 流れると思いますので、うん、ぜひ。いや、その辺みたいな。いや、ね、はい、なので、アーカイブ視聴のされている方もですね、ですね、ディレイしても、全然 OK ですので、ぜひコメントいただければなと思います。はい、思います。ありがとうございます。てなわけで、じゃあ、はい、これで終わりでよろしいですか、はい、ということで、はい、じゃあ、セッコン2021電脳会議、以上で終了となります。はい、じゃあ、皆さん別の機会でまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマス。あと良いお年を。